次はいよいよ、木島の兄貴の収録です。ね、井川さん。そうですね。ちょっとどうなるか。ね、はい、楽しみだし不安ですね。ね、ちょっと打ち合わせ同行させてもらったんですけど、収録に関わる打ち合わせがそんなになされてなく、本当に、ね、居酒屋トークだったんですけど大丈夫。いや、でもきっとね、きっとスイッチが変わるはず。かまたま、変わった人皆さんにメッセージを。2020シーズンはみんな揃ってピカダスタジアムへ、アンディアモン DJ ハイロでした。チャオチャオ。マジでいい匂いする。ほんとちょっと色気づいてみた。でも兄貴もいい匂いするよ。いいよ。なんか爽やかな、シトラスな感じ。俺風呂入ってきたもんマジでラジオのために。だって寝てたもん。あ、そうなのね。まあ、そんな話は置いといて、ラジオ。え、どういうこと？撮ってんの？撮ってる。嘘でしょ嘘じゃない。だってラジオからのこれ。そう、ラジオ終わったところを狙うっていう感じ。しゃっかり抱き合わせ商法できました。まあ、収録の前のね、打ち合わせ段階からちょっと私混ぜてもらってたんですけど、その打ち合わせの時は誰にも言えない話をしてたっていう感じでしたけどでも今思えば兄貴は本当に結構裏表がないタイプよね。そうなの？うん、そんな気がする。ない。あんまりこう気取ってないし、すごく変わるかなと思った。いきなり市村選手みたいな感じになるかなと思ったけど、まあ、もちろんなるわけもなく、ちょっと大丈夫市大丈夫市大丈夫大丈夫大丈夫。市村選手みたいになるわけでもなくって。いや、何言う、優等生みたいな感じになるのかなって思ったの。でもまあ一応ね、こう聞かせてもらってて、あ、いつも通りのいい感じの兄貴だなと思ってたんですけど、最後のあれよ、引退試合。 あれは本当にやるの？いや、知らない。やりたい気持ちはある。いや、それでやったら、いや、どうなんだろう。超協力する。で、これいろんなところで YouTube なんで、一応名目上は全世界に配信されてるよね。おー、すごい。そうよ、そうよ。だから言って、言って。そうやって言ったらすごいね。すごいでしょ。そうそうそう、 YouTuber？うん、やぶさかでもないけど、やぶさかでもないけど。これユーチューバーになろうかな。え、やめて、ユーチューバーに。それいいんじゃない。イエイイエイつって。そうそうそう、本当にまあ引退ね、したっていうことですけど、その引退試合がまたあるってなったら絶対喜べるし、みんなすごい夢があるなと思うので、それは何らかの形でしがみついてでもちょっとやりましょう。はい、ね、我々もやります、やります。全世界に発信するから。初めてなんか助けてもらうわ待って、いろいろそういう発言とか。ほんと？ほんと？ちょっと感謝、初めて感謝した。初めて。これからもっとすることになると思う。関わりない。なんてよ、なんじゃその、引退試合に関して。ああ、そうだね。そう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 、やるよ、いろいろ。チケットのもぎりとかしようか。いや、もし俺友達来ても、あんま喋んないです、うん、ね、なんか、いろんな人が来たとしても、なんで、なんで、なんか、あいつ仲良くない、仲良くないって何気にってめっちゃ言うよ。知らない、知らないって言う。ひどい、ひどい。まあでも兄、ツンデレだからね。ツンデレだから。そうなん？うん、ツンデレだから。うん、そうそう、そうだと私は思ってる。密かに優しいからね。うん、優しい、優しい。考えてくれてるし、みんなのことね。え、どうしたん、どうしたん。最後だし、ちょっと持ち上げとこうかなと思って。いや、でも、いや、まだまだね、引退試合に向けてはやりますけど、まあ一旦引退っていうことで、お疲れ様でした。まあだから、まあ、YouTuber になったらコラボしてやりましょう、番組は。ああ、ね、はい、YouTuber とか、俺、未知の世界なんだけど。大丈夫、いろいろ教えてあげよう。じゃあ、ほんと、うん